こんにちは、上西聖羅です。今日はルックブック冬編を皆さんに見ていただきたいと思います。オール私服になります。まず1着目はこちらを着たいと思います。まずはワンピースなんですけれども、このね素材がすごく気持ちいいんですよ。本当にこのままブランケットにしたいぐらい気持ちいい素材です。これはまずこのワンピースだけでもコーディネートができちゃうようなシルエットのいいふわっとしたワンピースなんですけれども、ここにまあ冬ということでちょっと寒いと思うのでニットを合わせていきたいと思います。これはこれだけでももちろんこうで完璧なんですけど、首にもあったかいマフラー代わりのものをプラスするとより冬そしてあったかいコーデになります。まあこれはちょっとゆるゆるコーデですね。なんかベージュのワントーンコーデになっているので色のまとまりもあると思います。そしてこれ歩いてる時のシルエットもふわっとしていて可愛いんです。でこのコーディネートにはアクセサリーはゴールドの指輪を合わせたいと思います。これがあったかいんです、この首が。こちらで1コーデ目完成です。ふわふわのバッグを持ってベージュワントーンコーデです。次、はい、次のコーディネートはこちらです。すごい元気このコーディネートにはアクセサリーはゴールド系のちょっと華奢なアクセサリーを選びました。顔つけられなくて頑張っております全然ダメだね。あ、つけれた。苦戦した。ネックレスつけられました。これでネックレスも指輪もゴールドなのでイヤリングもゴールドに合わせました。はい、アクセサリーつけ終わって、このコーディネートにはちょっとゆるっとハーフアップをしたいと思います。無造作に毛を持って、後ろはちょっとピンとね輪っかになるように結びました。で毛束をピンで留めたら完成です。後ろもこんな感じで可愛くなっております。イエイいやー、これは女性から見ても男性から見てもちょっと燃える竹ではないんでしょうか。こんな感じで紫のバッグを合わせてゆるっとオーバーめのニットでワンピース風に合わせてみました。さあ次は、はい、次はこんなコーディネートに仕上がりました。イエーイ。いや、ジーパンに白ニット、そして白ニット帽はもう無敵です。このコーディネートにはちょっと赤みのブラウンを口紅で足しました。こうポンポン塗りすると発色もいいです。はい、こんな感じで口紅の色を変わるだけで全く雰囲気が変わります投げ中ですねこれは小物を黒にすることでちょっと全体のコーディネート締まると思います。そしてね、ちょっとホワイトベージュの段を合わせても可愛いです。こんな感じでラフなコーデが出来上がりました。次、着替え終わりました。わあ、これ実はですね、ファッションブランドウィルセレクション、そして私ジョーニ・セラのコラボレーションワンピースになっております。アクセサリーはちょっとね、丸いものにしました。このワンピースのこだわりポイントはですね、この肩の部分がふわっとなっているので顔がちっちゃく見えるところと、後ろのリボンでサイズ調整ができるので、キュッともできるしふわっとも着れるようになっています。そして下の裾の部分がボリューミーなので、歩いてる時もふわっとするシルエットにしております。こんな感じで可愛いワンピースが出来上がりました。それでは次のコーデ行ってきます。次のコーデはブルーコーデです。私はちょっとね、あんまりブルーを着ないので新鮮です。そして髪型はぴっしり一つに結んで、メイクも黄色のワンポイントを加えました。そしてイヤリングはやっぱり黒を使ってコーデを全体に締める働きをしてくれるイヤリングを選びました。こういうちょっとロングなシャツを合わせることによって、ちょっと太ももやお尻がカバーされてスタイルもよく見えるようなコーディネートにしました。かっこいい大人なイメージを演出してみました。靴下の白もちょっと推しポイントです。そう、黒で締めて靴下の白見せてるラストコーデでした。ありがとう。